ここにはマキナさんの家はないか。別の塔を見てみよう。やっぱり不法侵入だよね。気が引けるのと不安で落ち着かないや。急に扉が開いてこらって怒鳴られたらびっくりして死んじゃうかも。確かに足音がしたのに。あ
ってくればよかった。我慢しなきゃ。すみません。携帯びっくりさせないでよ。こんな時に誰から知らない番号。もしもし。ナイク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 とかも、やだ。もう。開いてる。すみません。うん、怒りっぽい。人が住まなくなってから何年ぐらい経っているんだろう。お邪魔します。靴、脱いだ方がいいかな。おかえり。あ、今、人の声が。あ、そうだ。篠崎芳恵の家に行った時の、
教訓を生かさなくちゃ。今回はちゃんと用意したんだから。お姉ちゃんが研究のために使ってたボイスレコーダー。2008年11月10日午後7時48分篠崎真希奈の家、捜索開始。私は大丈夫、頑張れる。あの学校とあの家をくぐってきた。水は出るのかな。大きな音で水が流れ出しても怖いな。なんでこんなにおしっこしたいんだろう。体調のせい。ダメ、このままじゃ漏れちゃう。緊張して出ないや。私まだしてないのに。山村さんの話だと篠崎真希奈はすでに亡くなっているってことだけど、生活用品とか当時のままみたい。篠崎真希奈が亡くなった後、誰もここに入らなかったのかしら。怖いよ。やはり篠崎真希奈の家で間違いないよね。
私は大丈夫。私は大丈夫。手がかりって言ったって。見当もつかないけど、マキナさんの遺品をできるだけ持ち帰ってみよう。何かしら、これ。いけないや。遺族の人はいないのかな。他には、あ、写真。この人がマキナさん。
山崎よし、幸子のお母さんだわ。だとするとこの女の子が、開かない。Ah!
するところじゃないわ。開いて、開いてよ。泣いく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 篠崎篠崎、おい！しっかりしろ！院長！無事でよかった。みんな。篠崎、なんでお前一人でこんなことしてんだよ。私。私がやらなきゃいけないことだから。何？岸沼。サトシ。ヨシキに任せよう。私が始まりだから。始まりって、何のだよ！全部、全部私が悪いの！私のせいでみんないなくなって！お姉ちゃんは、悪いって、何が？私が幸せの幸子さんなんて話だよ。持ってきたせいだよ。全部私が悪いんだから。まさかお前一人で全部の責任を背負い込んでんじゃないだろうな。なあ、
俺たちは仲間だろ、篠崎。じゃあよ、頼れよ。一人で突っ走んなよ。いいか、今ここではっきりさせといてやる。あんなもの絶対、絶対にお前のせいなんかじゃねえんだよ。死ぬまく、お前は悪くない。だからそんな風に自分を責めんなよ。死ぬまくなくとも、ここにいるみんなそう思ってる。だろ？ああ、ヨシキの言う通りだ。そうだよ、委員長。もう一人で抱え込まないで。私、みんなをもう巻き込みたくないから、自分で何とかしなきゃって。でも怖くて。私やっぱり何もできなかった。ったくバカだな。お前はよく頑張ったよ。いいから、もっと俺たちを頼れ。バカって、ひどい。な、いや、だからよ。ありがとこうなってしまった以上、残された俺たちはみんなで、この現実を受け止めていくしかないんだ。受け入れるんじゃなく、な。ああ。少しでも良くしていくために、できることをする。気持ちは、みんな一緒だよ。委員長。あなたは何もできなかったなんてことはないわよ。篠崎あゆみちゃんね。無事でよかったわ。あなたは？篠崎、お前がヤバいところに向かってるって、この場所を俺たちに教えてくれたのは、この人なんだ。丹羽愛子さんだ。ごめんなさいね。いろいろと調べさせてもらったわ。私は情報屋。霊能関係に詳しいの。篠崎日之江さんの妹さんなら、そうね、さえのきなほちゃんの友達といえばわかるかしら。え、なほさんの？お姉ちゃんのことも知ってるの？え、あなたのお姉さん日之江さんはこちらの世界では有名人だったわ。あゆみちゃん、その右手、開かないの？お？
見せてみろ。無理に開ける必要はないわ。きっと時期が来たら自然に開く。その時を待ちなさい。あら？これは？気になる箱ね。なるほどね。ものすごい霊力。これはすごいわ。今晩預かっていいかしら。うちに戻れば開けられるかもしれない。まあ、今日はもう遅いから、詳しい話は明日させてもらうわね。放課後、会いに行くわ。私の手の中に子供の歯が。